はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所薬務庵、琉球食系トータルボディケア、ココアゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM ギノワン、神奈川県FM ヤマトの2曲ネットでお送りをしております。今週はですね、お届けしたい内容盛りだくさんで参りますので、早速コーナー紹介入ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、サプリなお客様、今週は明石市にありますピラティスパーソナルトレーニング2月のトレーナー、原田ひろしさんに来ていただいております。ちょっと私のね、悩み相談なんかも入っておりますので、楽しみにしていてください。毎月4週目は妊活一言サプリ、ご担当いただくのは子宝恩灸をしておられます子宝鍼灸師、市毛真也先生です。市毛先生もね、筋トレについてお話をしてくださる、今週は筋肉祭りとなっております。さらに DMM オンラインサロンほか、サブスクリプションが好評です。占い癒し所薬務庵オーナー萩原薬務先生の占いもありますよ。おいしいがテーマです。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談、そっと送っておいてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージをお送りいただいた方の中から、毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。なお、商品発送は到着をもって返させていただきます。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様、今週のサプリなお客様、素敵なトレーナーさんが来てくださっています。明石市にありますピラティスパーソナルトレーニング2月トレーナー、原田ひろしさんです。原田さん、こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。パーソナルトレーニングにこのピラティスを加えたトレーナーさんでいらっしゃるんですよね。はい、そうです。今話題を集めているピラティスを主に使ってですね、姿勢や体の痛みの悩みを解決するためのトレーニングを提供しております。さて、実は原田さんと私、三宮で対面でお話しさせていただいてた時に、いろいろ気になるね、情報交換をさせていただいたことがきっかけで、はい、今日ゲストに来ていただいているんですけれども、原田さんがもともと理学療法士、はい、そうです、寮で働いておりました。セクシュアリティっていうところに対しても、実はメスを入れていかなければいけないんじゃないか、なんていうところで小室ゆりと話があったということがありましたよね。はい、そうですね、うん、整形外科で勤めてますと、やはり信頼関係が築けると、性行為の時の痛みを相談してくれる方なんていらっしゃいましたね。そういう方もいらっしゃいました。それは男性ですか、女性ですか。私、相談を受けたのは男性で、股関節の、はい、股関節疹といいまして、うん、股関節を深く曲げることで痛みが出る状態、実はセックスが、妻とのセックスが痛くてできないんだというような相談を受けたことがありましたね、うんうん、股関節が痛いというのは広げると痛いんですか。広げた状態で曲げるのが痛いというような状態でしたね。広げた状態で前屈をすると痛い。
そうです、そうです。そうするとあのいわゆる正常位が痛くてできない。そうです、まさにそうですね。やはりそういったまあ相談を受けた時にこちらが、うん、あのなんていうんですかね、あの誠実に受け止める、笑って話をそらしてしまうとかですね、そういったことをせずに、うん、しっかりとそういったところにも目を向けていけるような医療従事者が増えていかないといけないなというのが思いましたね、うん、その時原田さんはそのどんな対応を取られたんですか？あ、もうそうですね、あのしっかりとお話を聞かせてもらった上で、そのポジションが楽になるように徒手的にですね、うん、介入をして、その角度を疑似的に練習をしていてですね、うん、痛みがないか確認して関節可動域を広げていったというようなことをして、うん、無事あのリハビリテーションも終えられました。あ、そうだったんですね、よかった、うん、肌と肌との触れ合いのコミュニケーションなので、前かがみになれないっていうことは、ね、お相手のパートナーと常に体が離れた状態でのコミュニケーションが進んでいくじゃないですか。はい、ちょっとあの、はい、女性パートナーとしての私の意見だと、はい、わかるんだけどちょっと寂しいみたいな、もししっかりとねそれは解決していかないといけない悩みだなというふうにお聞きしたんですけども、うん、聞いた話ではそんな話しないでくださいって言うように言ってしまう医療従事者もいるとか聞いたことがあります、うんうん、特にですね、あの脊髄損傷、背骨を怪我して下半身が麻痺するとか、うん、いった場合にこういった性行為の相談というのはよく受けることがあるらしいんですけども、はい、その時にやはりしっかり聞けないセラピストもいるというような話は聞いたことがあります、うんうん、なんでしょうね、こう生活っていうところに性生活っていうのは別物だっていう認識って我々どこ持ってる気がするんですよね。持っちゃってるというか持たされているというか、うん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 、でもそれも含めて生活の QOL じゃないですか。生活がより豊かに、より人として生きやすくなっていくっていう、うんうん、はい、姫事って言いますよね。姫事言いますね。やっぱりなんか隠し事のような感じ、人には言ってはいけないようなところがやはりありますよね。その言っちゃいけない理由っていうのが明確ではないし、言っていい相手と言っちゃダメな相手っていう、うん、ここの教育も日本はなってないなっていうのが、まあ、セクシャリティの専門家としては思うところなんですけどね。はいはいはい、うん、言っていい相手で、そうですね、もちろん全てがオープンでいいわけではないですけどね。そうです、そうです、そうです、うん、でもそのクライアントさんからそのお悩みが出てきたっていうのは、多分原田さんに対するもう最大限のリスペクトと信頼、うん、そうですね、もう本当にありがたいお話で、こうセクシャリティっていうと、はい、我々アラフィフ世代、私アラフィフなんで、アラフィフ世代からすると、はい、そろそろ気になってくるのが、こう尿漏れ対策どうしてるみたいなところが正直気になってて、私最近ランニングを始めてるんですけど、はい、ちょっと気になることがあって、はい、給水ショーツランニングっていうキーワードで調べた、はい、切実な問題として出てきた、はい、うん、これはもう原田さんに聞かないといけないだろうと思って。そうですね、はい、もうまさにあのピラティスっていうのがですね、骨盤底筋をはじめとするインナーマッスルのトレーニングに非常に効果的なアプローチなんですね。尿失禁ですね、実は40歳以上の女性の尿失禁罹患率 40% を超えるっていうようなデータもあるんですね。それは高いんですか低いんですか？高いなと思いましたね。私40歳以上で10人に4人ですから、うん、医療機関の受診率というのは非常に低いと。やはり恥ずかしくて相談しにくいところなので、うん、悩んでる方は多いけど、どこに相談していいか、どこにあの相談するのも恥ずかしいというようなことがあるみたいですね、うんうんうん、で私ピラティスのスタジオやってると、たまにですね相談してくださる方いらっしゃいますね。あのさっき小室さん言われてたのは腹圧性の尿失禁というもので、はい、力がかかる場面で
我慢ができず、我慢ができないというか無意識に出てしまうと。そうですね、そうですね、重たいものを持つとかくしゃみするとか体勢を変える、そんな時に、うん、こう出てしまうのが腹圧性の尿失禁というもので、はい、これの治療にですね非常に有効だとされているのが骨盤底筋群のトレーニングと。よく聞きます、骨盤底筋群、はい、骨盤底筋群のトレーニング、これが、治療のガイドラインのグレード A ですね、科学的エビデンスを持って科学的根拠を持って推奨できるというふうに言われてますので、うん、骨盤底筋群のトレーニングをすることで、うん、そういった悩みから解放されるんじゃないかというふうに思ってます、うん、この骨盤底筋群ってよく聞きますけど、なんとなく鍛えてるようでなんとなく鍛えられてるんだろうかっていう分からないところでもあると思うんです。骨盤底筋群の収縮の感覚というのが非常に難しくてですね、男性は得意なんですね。あ、そうなんですか。男性は尿、排尿、おしっこ終わるときに尿を切るようなことをするんですね、はい、尿を切る、尿を切る、尿を振るじゃなくて振りながら、振りながら自分でもですね、はい、お尻のあたりにクックと力を入れて、はい、切るんですね。っていうのを無意識的にしてるので、日頃から骨盤底筋群っていうのは使ってて、はいはい、収縮の感覚っていうのは高いんですけども、はいはい、女性はそのあたりの尿を切るっていうのがあまりないというふうにも聞いたんですけど、どうなんでしょうか。切るというよりかは押し出すが近いかも。うんうん、押し出す、そうですね、押し出す、踏ん張るとか、そっちの感覚が近いので、うん、キュッてしぼまるんじゃなくて、ぐって広がっているような気がします。なるほど、全く違ったアプローチですね、男性と女性ではそこが。うん、我々こう尿漏れが気になるとか、それこそ骨盤底筋群って膣トレの部位でもあるんで、はいはい、この 尿トレ膣トレをするときには押し出すんじゃなくて引き締める、切るっていう方向に意識を持っていかないといけないんですよね、うん、きっとね。そうですね、はい、もう本当おっしゃる通りですね、うん、さて、お話が尽きないところなんですけれども、お時間が来てしまいましたので、このこの骨盤底筋群からのもろもろのトレーニングのお話は来週に続きたいなと思うんですが、来週このままゲスト出演お願いしてもよろしいでしょうか。はい、もちろんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日聞いてくださったそこのあなたは来週も必ず聞いてくださいね。ということで、今週のサプリなお客様、ピラティスパーソナルトレーニング二月トレーナー原田博さんに来ていただきました。原田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。
この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月4週目は妊活一言サプリ。ご担当いただくのは東京で子宝恩給をしておられます子宝鍼灸師市毛真也先生です。今月は妊活と筋トレについてお話をしてくださるそうですよ。それでは市毛先生よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。妊活一言サプリ44回目の今日は妊活と筋トレについてを簡単にお話ししていきたいと思います。皆さん筋トレって好きですか？男性の多くは下半身の筋トレよりも上半身の筋トレの方が好きだということが分かっています。皆さんどうでしょう？そしてね、ボディービルダーとかマッチョな人っているじゃないですか。で、そういう人たちって実は睾丸が小さいっていうことも、実は統計で出ています。で、これはまあホルモンの関係で筋トレしすぎると、睾丸が萎縮してしまうっていう、ことなんだそうですよね。で、しかも戻るのにね、結構数ヶ月とか1年とかかかってしまうようなんです。過度な筋トレには注意してください。妊活にいい筋トレっていうのは、実は下半身。これね、代表的なのはやはりスクワットなんですね。スクワット好きな人っています？私はあんまり好きじゃないんですけど、これ結構統計的にもスクワットが苦手っていう人多いんですよ。重要なんですけどね。やり方も結構いろいろあってというか言われていて、 YouTube とかあとまあ SNS とかでも正しいスクワットがこうだとかっていろいろこう書かれて、いるんですよね。これあんまりね、形からっていうのは必要ないと私は思ってます。スクワットって単純に腰を落としてあげるっていう、この動作だけなので、曲げた時に膝がこうつま先よりも出ないようになんていう、こういう話もね、一時あったりするんですが、実はこれも最近結構見直しがありまして、怪我をする方が結構続出しているっていうのも事実なんですよね。なので必ずしもこう正しいというわけではありません。軽く腰を落として、膝をしっかり伸ばすという、これも無理をしない。とりあえず最初は5回とか10回とか、いうふうに行っていくのが大事ということです。続けられるような数を、続けられるような姿勢でやるということがとても大事ということですね。で、スクワットっていうのは女性にも、女性の妊活にもめちゃくちゃ大事です。で、女性の場合は妊活だけじゃなくって、出産にもとっても大事な影響を与えるというふうに言われています。で、言われているというよりも、もうこれ解剖学的に言っても生理学的に言ってもスクワットってとても大事で、有効な運動と言えますので、ぜひスクワットちょっとねやっていただきたいなと思うわけですが、ここから結構大事な話です。で、スクワットっていうのはね、必ずパートナーと一緒にしましょう。でね、やり方があります。スクワットするときに、女性って筋力がやっぱ少ないので、男性が女性の後ろ側から、女性の、腰のあたりをこう少しサポートしてあげるような形で一緒に 1,2,3,4 というふうに行ってあげるのが、いいです。いいですか？スクワットするときは男性が後ろからパートナーをサポートする。これ、必ずやってくださいね。これね、ちゃんとした、こう、意味と根拠があるんです。ちょっと話すの長いので、今ここは、言えませんけども、男性は、いいですか？女性の後ろ側に回って、こう、腰をサポートする。サポートするだけですよ。腰を持ち上げたりとか、余計なことしなくていいですから。あくまで腰にこう、触れてサポートするというだけで。で、一緒にこう5回とか10回とかやってあげるということをしてください。はい、筋力を使うとテストステロンっていうのもホルモンですね、増加して勃起にもいいんです。
で、性行為の持続時間にも効果的です。そして骨盤周囲から足へのこう血流も増加しますので、女性にとっても卵巣機能の効果というかですね、卵巣機能にも期待できますので、ぜひスクワット一緒にやってみてください。いいですか？一緒にですよ。腰をサポートして。はい、それでは今日はここまで。もっと聞きたい、もっと知りたいということがありましたら、いつでもご質問やお気軽にご連絡ください。インターネットは、ココア鍼灸、KOKOA 鍼灸で検索してみてください。それでは、バイバイ。一毛先生とタッグを組ませていただいて、もうかれこれ5年とかになると思うんですけれども、今まで一度もしてこなかったことを今日はやりたいと思います。一毛先生言わないんかいって突っ込みたくなりました。あ、そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ、へーって思いながら、最後の最後でそこは言わないんかいって思いませんでした。これ一毛先生にお願いして、来月のテーマに深掘りをしていただこうと思います。一毛先生ありがとうございました。 99% の人が楽になったと実感、ここにしかない極上の癒しをあなたへ。小宝鍼灸師一毛真也先生が運営するトータルボディケアココアへのお問い合わせは、インターネット検索ココア鍼灸、KOKOA 鍼灸でお願いいたします。踊れ踊れ私の占いサブリ。 DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが好評です。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も12星座で占います。あなたと食べたいあんなこと。あなたと食べたいあれ。それではセクシーに食べちゃうぞ。お羊座、ハンバーガーを食べない？あんまり食べすぎないでね。この後すぐに動いてほしいんだから。お牛座、とろっとろの蜂蜜とチーズのピッツァ食べたいわ。白くってとろけちゃいそう。双子座、韓国おにぎりのチュモッパって知ってる？優しく握ってあげるわね。ガニ座、とびっこたっぷりのちらし寿司作ってみたの、たくさん召し上がれ。獅子座、バーベキューとか素敵じゃない？大きくて長い串にあのお肉刺してくれないかしら。乙女座、朝粥って流行ってるらしいわ。体に良さそうね。ねえ、このまま明日の朝食べに行ってみる？天秤座、フルーツがいっぱい入ったパンケーキ。たまには付き合ってくれない？代わりにその後はあなたの好きなところついていくから。サソリ座、あなたとなら何でも美味しく感じるわ。あなたの全部が美味しそうだから。いて座、ニンニク入りの熱々のアヒージョはいかが？そんなにがっつくとやけどしちゃうぞ。ヤギ座、夏じゃないけどうなぎはいかが？
つやつやしてて、太くって、黒くって、素敵よね。水亀座、ブッフェとか楽しいわよね。飲み放題とかもつけちゃう？限界まで楽しむから、あとはよろしくね。魚座、オイスターバーもいいんじゃない？生ガキの下の氷って冷たくないのかしらね。私なら凍えちゃうわ。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の占い執筆ご担当は大久保の占いエレナのタロティスト、恋の日と書いて蓮華先生でした。蓮華先生の占いは意外なところでツッコミが入ってくる、とても素敵な占いですね。ありがとうございました。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ薬務庵、琉球食系トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくうでやなわらばーな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めてFM ギノワンの人気番組を目指します。FEC チューンド。水曜日の担当は、日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後に、あなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。運に恵まれるには努力が必要である。日本の実業家、江戸秀夫の名言です。素敵な人と巡り会えたね、それは運じゃなくて巡り会うための様々な努力をした結果なんですよね。ついてないなって思ったら、何か努力が足りないのかもしれませんよ。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私からあなたへありがとう。